気持ちはわかるが抑えてくれ。冷却系に問題がある。修理に何分かかかりそうだ。
で雨が弱まるはずだ。5分後には小雨になるぞ。
ションではインターミディエートの方がいいな。落ち着いていけよ。コースが濡れてる。
燃料はイラップ分だ。今のコンディションならインターミディエイトがベストの選択だ。注意しろ、マシンが出るぞ。
コンディションではインターミディエートの方がいいな。コースが濡れてるな。まずはコンディションに慣れておけ。
番手だ。現在2位だぞ。明日行われる決勝のグリッドが決まりました。トップ3を確認しておきましょう。ハミルトン、ベッテル、ダニエル・リカルド。グリッドが決まり、あとは決勝を待つばかり。明日も生放送でお届けします。どうぞお楽しみに。